11月27日川崎市総合自治会館などで第18回中原っぱ祭りが開かれました。中原区で活動するさまざまな市民活動団体が日頃の成果を発表し、来場者との交流を深めることを目的に開催されている中原っぱ祭り。今年度は川崎市総合自治会館とグランツリー武蔵小杉のピロティを会場におよそ40団体が参加しました。川崎市総合自治会館会場では各団体の活動をまとめたパネル展示のほか、ステージパフォーマンスや作品展示などが行われました。グランツリー武蔵小杉のピロティ会場では無料で姿勢を診断するコーナーをはじめ、クリスマスオーナメントのワークショップや食育の観点から児童らに箸の使い方などを教えるブースなどが登場しました。中原区はですね、市民活動が活発な場所でもあるんですね。それではそういった人たちが集って発表する機会として、この親しみを込めて呼べる名前として、この中原っぱっていう名前を付けさせていただいております。やはりいろんな団体さんのそういう作品とか活動を見ていただいてですね、ぜひご自分に合った活動とか作品を、ね、見つけていただいて、関心を深めていただいて、できればその中のどれかにご参加いただけたらありがたいなと思います。